動開始。どうしたの？ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなる。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど。でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと。行こう、戦いに適した日。この程度の敵、心配には及ばぬ。戦闘開始。邪魔をしないで。
フローニャお姉ちゃん、ゼイレは会いに来たよ。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって。まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか。待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ。崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの。この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか。それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか。学園長。14年前、私の部隊に第二立つ。しかし、それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力を一気に片付けるわよ。この程度の敵、心配には及ばぬ。戦闘開始。口だけではわからないよね。
るのか。はっはっ、前に返せ。はっ。